はいどうも、お魚大好き、お魚さんです。本日もよろしくお願いします。先日アップロードしたこちらの動画。こちらの動画が非常に好評でご覧いただいたたくさんの皆さん、本当にありがとうございます。そしてさらに、台風後の海の様子も知りたいよーという動画のリクエストもいただいたということで、本日はズバリ、台風の後、海の中はどうなるの？魚たちはどうしているの？という部分についてご説明していきたいと思います。台風の後というのは、台風後の穴食いなんていう言葉もあり、釣り人の中では魚がよく釣れるなんていう話もありますよね。そちらについても一緒にご説明させていただきますので、釣りが好きな方もぜひ見ていただけたらなと思います。それでは、海の世界へ。台風通過後の海の中は、我々の暮らす日本で避けては通れない自然災害の一つが台風。日本には年間で10個以上もの台風が接近しており、激しく降る大雨に強く吹き荒れる強風。それだけでも十分恐ろしいのですが、海の近くに住む方にとっては台風により海が大きく荒れることも警戒することの一つなのではないでしょうか。先日投稿した動画では、台風が上陸している時の海の中の様子を解説いたしましたが、それでは台風が通過した後、海の様子はどうなっているのでしょうか。台風が通過した際、海上では気圧の影響で台風一過などと呼ばれる清々しい晴れになることも多く、大荒れだった天気が過ぎ去り、すっきりとした気持ちになる人も多いでしょう。しかし、海はというと台風の影響による高波やうねりが残っていて、天気はすっきりしていても、海面は大きく荒れていることが多いです。台風通過後の海は、目に見えて荒れていることがわかる場合が多いので、台風一過により晴れていたとしても、この時の海に入ることは大変危険です。いやでも待ってよ、お魚さん。海面だけならダイビングとかで潜っちゃえば大丈夫だよね。やっぱりせっかくいい天気なのに、海に入らないなんてもったいないよ。というそこの最高にファンキーなあなたのために、台風通過直後の海の中はどうなっているのかをご説明しましょう。台風通過後の海中はというと、先日の動画でもご説明した湧昇の影響により、表面の暖かい海水と深層の冷たい海水が混ざり合うことで海水温が低下します。そして、湧昇の影響はそれだけではなく、通過後数日間は海面だけではなく、海の中にも激しいうねりが残っています。海岸沿いの波は激しくても、沖の方を見ると落ち着いて見える、なんて場合でも、いざ入ってみると海中の強いうねりにより、思うように泳げない時は多くあります。つまり、水の中に潜っていたとしても、台風によりぐるぐるとかき回された影響が、数日間残っているということですね。さらに多くの場合は、台風の影響により海底の砂や細かい浮遊物などが海中に舞うことで、海水が濁り透明度が低下します。そして元の透明度に戻るまでには3日から1週間ほどの時間がかかると言われています。これは水と砂の入った水槽をかき回す様子をイメージしていただくと分かりやすいと思うのですが、かき回した後もしばらくは水の流れは残り、その後水の表面は落ち着いたように見えても水槽の中の水は動き続けて砂は舞ったままですよね。そして一度かき混ぜた水槽が完全に元に戻るまでには少し時間がかかると思うのですが、これが自然規模で巻き起こっていると考えると、台風は去ったといえど結構恐ろしいですよね。台風通過後の海の様子はなんとなくイメージできたかとは思いますが、ではその中で暮らす魚の様子はどうなっているのでしょうか。台風通過後は台風後の荒食いなんていう言葉も生まれるほど、釣り人たちの間では魚が釣れる狙い目とされています。台風前に魚がよく食べるようになるという話は先日の動画でご説明しましたが、実は台風の後に魚がよく釣れるようになる理由はしっかりとは分かっていないんです。しかし、いくつかの説は存在しているので、今回はそちらをご紹介していきたいと思います。説その1、魚が空腹になっている説。
先日の動画で魚は台風をいち早く察知して台風に備えるようによく食べるようになるという話はしましたが、その後魚たちは普段の海とは全く違う環境で台風が過ぎ去るのをじっと待つことになります。その間餌にありつける機会も少なく、台風が去る頃には空腹になっていることが多いと考えられます。そのため釣り人たちが餌を垂らすと、その餌を見つけた空腹の魚が一目散に食べに来るという説。この説はありますよね。絶対ありますよね。この説で決まりですよね。その2、湧昇流の影響説。台風が来ると湧昇流の影響で表層の魚は深層へと流れていきます。すると深層に住んでいた大きな魚の食欲にスイッチが入り、台風後も小魚を求めて表層付近まで上昇してくるというもの。そして食欲のスイッチが入った魚は釣りやすくなるため、普段見ないような大きな魚が比較的浅い場所でも簡単に釣れるようになるという説。この説っすわ。この説が一番有力っすね。これだなぁ。これだ。これ絶対これだ。これだ。その3、川から流れてきた餌を狙って魚が浅瀬に集まってきている説。台風の影響で川の流れが強くなることで、海にミミズや虫、小魚などの餌が流され、それを狙って魚が近場に集まってくることで釣りやすくなるという説。もう絶対これだ。もう絶対これだ。もうこれに間違い。というように、様々な説が考えられています。はっきりとしたことは未だ分かっていないのですが、台風の前後に魚が釣れやすくなるということは確かに多いようです。また、海の中が濁ることで、魚の警戒心が薄れて、餌に食いつきやすくなる、なんてことも言われているのですが、水の濁りやうねりが強すぎると、逆に餌が見つけづらくなり、釣れにくくなる可能性もあるそうなので、いつもより絶対に釣れやすくなるというわけでもないようです。そして最初にもご説明した通り、台風の直後というのは一見穏やかに見えても海の中は荒れていたり、岸に激しい波が打ちつけていたりと、釣りをするにあたっても大変危険な状況であると言えるので、よく釣れるからといって台風の前や直後に無理に釣りに行くのは控えましょうね。安全第一です。というわけで今回はこんな感じなのですが、実はお魚さん、釣りはあんまり得意ではなく、自分の知っている知識と勉強した知識を合わせてこの動画を作ったので、もし間違った情報などがあった場合は教えてください。そして動画内でもお伝えしたように、台風の前後というのはいつもよりも危険な状態であることは間違いなく、水難事故なども普段より多く起きてしまいます。魚が釣れやすくなるからといって、無理に釣りをすることは控えて、危険な場所であると少しでも思った場合には、すぐに諦めて近所のスーパーででっかい魚を買って帰るようにしましょう。海だけでなく、自然の中で遊ぶ際は、常に小心者であることが非常に大事です。安全第一で海を楽しみましょうね。このチャンネルでは、知っていると、とドヤ顔ができる海の中の不思議な生き物や出来事についてどんどんご紹介しておりますので、海や生き物が大好きな仲間たちはぜひチャンネル登録、グッドボタンの高評価を押して一緒にチャンネルを作っていきましょう。 YouTube 史上初となる動画でのお魚図鑑を作ることが目標です。不思議がいっぱいのお魚たちの図鑑をみんなで一緒に作り上げていきましょう。それでは皆様、本日もご視聴ありがとうございました。またね。というわけで今回も恒例のおまけコーナー、パチパチパチ。はい、というわけで今回は台風についてご説明させていただいたんですけど、動画の中でうねりうねりってよく言ってましたよね。で、このうねりってなんとなくはつかめるけど、結局何？どういうこと？って思われる方もいらっしゃるかなと思いますので、今日はこのおまけコーナーを使って、よく聞く海のうねりって何なの？っていうところを解説させていただきたいと思います。では、このうねりとは何なのかって言いますとですね、簡単に言うと、
波のことです。はい、ただこれだけでは何だよそれ、じゃあ波って言えよってなりますよね。波というのはですね、大きく分けて2種類の波があるんですよね。一つは風浪といって、もう一つがうねりっていうんです。じゃあこの風浪とうねりって何の違いがあるのっていうところなんですけど、まず最初の風浪はですね、その場所に吹く風によって起きる波のことを指します。その場所、その瞬間に風によって起きた波、これを風浪と言います。じゃあうねりって何っていうことなんですけど、その風浪以外の要因で起きる波のことをうねりっていうんですね。例えば台風や低気圧の影響によって遠くの海域で波が立ちますよね。でそれがたくさんの波を巻き込んで巻き込んで巻き込んで、どんどん大きくなりながら日本まで来ちゃったよっていう、そういうものをうねりっていうんですね。そして風浪とうねりを合わせて波浪っていうんです。波浪警報なんて言葉は聞いたことありますよね。子供の頃は誰しもが波浪警報だと思ってたあれです。あれは波全般のことを言うんですよね。もう少し深く掘っていくと波長の違いなんかもあって、またこれはこれで面白い話になるんですけれど、これ以上話し始めると多分本編超えちゃいそうなので、また機会がございましたら動画を作って出しますね。いやー、それにしてもためになったねーこれはい、それでは全国のお魚好きの皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。またね。